寂しいですで私が泣いてるんだって感じですよね。さんこそやっぱ神様だなって思いますし、何回も何度も共演させていただいてるんですけど、何度も、うん、何回か共演させていただいてるんですけども、なんか本当に本当にいろんなことを許して見守って、でトラブルがあっても笑いに変えて、で笑いに変えられないことはもうひたすら受け止めてくださるんですよね一回確認したんだ今、うん、そうそう、どうも寂しいですあのなんていうかな、本当に K さんはあのなんで私が泣いてるんだって感じですよねあの本当によく周りの人を神様だよと、神様みたいとか、なんか優希くんのことも可愛いとかおっしゃるんですけども、なんか K さんこそやっぱ神様だなって思いますし年上でとても失礼ではあるかもしれないんですけれども、あのなんか K さんこそ可愛らしい方だなって、多分私だけじゃなくてあの皆さんもあの思ってると思います。あの最高の上司ですよね、ゆうきくん。いやもう本当に、まあ、神様みたいな人ですよ。いやもういじり始めてるよもう俺もタオもいじり始めてるやつちょっとまだなんでこんな俺両隣からすごい褒められてるんですか、どうしていいか分からないんですけど神様ですよ。ありがとうありがとうありがとう変革はありがとう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 。これダメでしょやっとね思いを届けられると思うと本当に嬉しいです。すごい大変だったんですけど、本当に監督はじめたくさん支えていただいて、本当に公開されて嬉しいです